ワークアウトパートナーの井上大河です。いつもありがとうございます。今回ご紹介をしていくのは、ヒップアップに大変効果の高いトレーニング方法になります。立った姿勢で少し強度高めになりますので、無理のない範囲でぜひ行ってみてください。では、今回ご紹介をするのは、フロントランジといった方法となります。このフロントランジの動きとしましては、足腰幅のまま足を一歩前に出して、そして戻すと。はい、これをですね、繰り返す運動になるんですけども、意識を変えることによって、非常にお尻に集中的にトレーニングをすることができます。まず、注意点からですね、お伝えをしていきますと、お尻になるべく意識を集中させるために、足を前に出したとき、この時に膝がこう前に出ないようにしてみてください。前に出てしまうと膝への負担であったりとか、またももの表を中心にですね効いてくる形になりますので、目安としてはだいたいこのくるぶしのラインですね、足がまっすぐ、このイメージで膝の角度を決めていただきます。そしてこの股関節を曲げるといった形となります。この時にイメージとしましては、かかとに体重をかけて、かかとから力が伝わり、そしてお尻まで伝わっていくと、そういったイメージとなりますので、基本的にはかかと体重で行っていただきます。はい、そしてもう一つのポイントとしましては、足を前に出したと同時に、おへその向きを横に向けていただくことで、さらにこのお尻、効きやすくなりますので、動きとしましては、足を前に出しながら、こうひねっていくと。はい、そしてかかとに体重をかけたまま、お尻の筋肉が縮まるというイメージで戻していく。はい、この時に膝を伸ばして戻そうとするのではなく、あくまでもお尻、この筋肉が縮まることで戻ると、こういったイメージでやっていただくと、同じようなこういったフロントランジの動きでもお尻に集中をして鍛えていくことができるようになります。ではですね、一緒に10往復やってみたいと思います。先ほどの注意点ですね、意識をしながら足を腰幅にして、では手はですね、今回腰に当てていきましょう。相手は一歩足を前に出しながら、おへその向きは横、はい、そしてお尻の筋肉を意識したまま戻す。はい、反対もひねる、そして戻す。はい、こういった形で行っていきます。2回目はい、あと呼吸ですね、息を吐いて、で吸いながら戻す。同じように吐いて吸いながら戻す。これ息がですね、反対の方がやりやすいという方は反対でも構いませんので、ご自身が息止めないようにですね、注意をしながら行います。はい、では続いて6回目いきましょう。はい、同じようにもう一度おへその向きチェック。はい、まただんだん疲れてくるとかかと体重も意識しにくくなりますので、もう一度かかと体重を意識します。はい、続いて8回目。だんだん疲れてくると呼吸も止まりやすくなりますので、もう一度意識します。はい、では最後10回目いきましょう。はい、どうでしょうか。だいぶですね、お尻の意識もそうですし、結構体を動かしますので心拍数も上がりやすい運動で、代謝アップの効果も期待できる運動となります。ぜひ、お尻をですね、意識したこういったランジをまた行ってみてください。
では、今回は以上となります。ありがとうございました。